こんばんは。5月13日の塩チャンネルです。今日はですね、私は参議院なんですけれども、衆議院の方で内閣委員会がありました。今とっても話題になっている検察庁法、この改正の議論審議がなぜか内閣委員会で行われました。これ本来は法務委員会で行われるものなんですね。おそらく相当森大臣を答弁に立たせたくなかったんだと思います。武田大臣が、ですので答弁に立っているんですけれども、当然担当の大臣に急になったというような方もありまして、法務大臣ではないので答えられないこともたくさんあるんですよね。ということで、委員会が中断をしてしまったという状況です。この法案すごく問題が大きくてですね、時の政権がこんなことばっかりやっていては、どんどんと国民がの政治に対する信頼がどんどん損なわれてしまうというふうに私は思います。内閣委員会の部会は明日の朝私たちやる予定だったんですが、それも今なくなってしまいました。ちょっと私も本来であれば来週ですね、別の、個人情報保護法の改正について質疑に立つ予定だったんですけれども、それも少し流動的になって分からなくなってきました。また皆さんに報告をしたいと思います。では。